海が聞こえるに出てくる風景はほとんど実在する。海が聞こえるは予定されていた制作期間が3ヶ月ととても短かった。予算も1億2000万と少なかったが、結局オーバーし2億2000万かかった。海が聞こえるの初回放送は夕方の16時だったが 17.4% と高視聴率だった。海が聞こえるを見た宮崎駿は、男女がホテルに泊まっているのに何もないのはおかしいと言った。海が聞こえるを見た宮崎駿は、男女が一緒に飛行機に乗るのに雑誌ばかり読んでいるのはおかしいと言った。